ロッテ弱いって、厳しいって、もうちょっと采配なんとかなるって、ガチで危機感を持った方がいいと思う、ミストです。はい、本日はですね、フリート最強化オリジンサクセス遊撃手で盆栽 J 青2の選手を作成することができましたということでですね、そちらのサクセスの様子をこの後皆様に見ていただこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。デッキ、藤崎しおり、甘露寺、カジアンカ、ライダー、カジ、ダリア、スネーク、サポートに、滝上、アイリス、バレンタイン、しおりということでですね、ミートプラス8、パワープラス32、走力プラス14、肩プラス8、補給プラス10編成となっております。でですね、今回は遊撃手育成ということで、こちらの甘露寺さんを使ってまいりました。まあ、2種連ということで、単連二刀流キャラと比べると若干火力は落ちるんですが、まあ、持ってる査定がやっぱ素晴らしいということでですね。まあ、二塁手にはばあちゃん、アイドルばあちゃんがいるんですけども、遊撃手だったら、まあ、使っていきたいかなっていう感じですね。一応タック 120% まで持っております。はい。まあ、サンタミオちゃんとかと比べると、ちょっと物足りないんですけどもね。まあ、査定面で採用させていただきました。で、前4なんですよね、今回のデッキ編成。なので、オートデートの感想が若干怪しいかなという感じですね。まあ、イベントも場合によっては未完になってしまうね、恐れはあるんですけども、やっぱね、このスネークがめちゃくちゃ強いんですよね。守備枠でタック 200%、万能パワードリンク持ち込みということでですね。青キャラいないんですけども、まあ、このデッキ結構点数もね、38万点近く出せましたので、はい。まあ、一応おすすめさせていただきたいと思っております。まあ、走塁はないんですけども、走塁と青はないんですけども、意外と点数出しやすい編成ということで、最後までね、ご視聴のほどぜひよろしくお願いいたします。あとこれね、スネークが万能パワードリンク持ち込めるというね、まあ、回復は回復アイテム持ち込めるということで、この野球神のお守りが、一気に神アイテムになります。はい。甲子園以外で必勝で、この全試合絶好調をノルカップ経験点アップ。これがバカにならないね。はい。オリジンサクセスの試合経験点、マジで、えぐいことになるんで、これをさらに上げれるっていうね。回復アイテム捨ててまで持っていく価値も十分あるアイテムとなっております。はい。なんで、まあ、最大値はこれだね。もう招き野球神のお守りかなとは思ってますね。はい。で、まあ、スネークリだと万能パワードリンクの保険がつきますよということでですね。はい。これで経験点もらえるのも強いかなというふうに思っております。それでは、サクセスの方へどうぞ。それでは、サクセス見ていきましょう。持ち込まれて、招き野球神のお守り、万能パワードリンクで盆栽育成ですね。で、初手は理想的な天命スタート。なんか結構フリートやってるけど、初手天命来る確率低くないっすか？オールさんめっちゃ来るんだけど、天命はなかなか来てくれないイメージですね。ただ今回引けたので、上々のスタートと言えるでしょう。さあ、天命であれば、いい船積みができるはず。青鉢が2つありますが、合同練習キャラ上げるか、イベキャラ3体上げるかというところで、イベキャラ3体の方を取りましたね。まあ、合同練習キャラ2体だったら今筋力いってたかもしれないんですけども、まあ、評価上げするのも、地味に大事なんで。あー、これも悩むね。これ次、緑来なかったらきついんで、まあ、紫行って回復を入れると。守備にびっくりがあるのが理想的でした。さあ、からの。おお、緑来るんかい。それだったらさっきね、守備行ってましたね。っていう練習です。さあ、まあ、いい感じに88で揃えられて、このコンボも強いですね。藤崎しおりとスネーク。ゲノム以来のコンボでございます。で、紫8タック。まあ、これも悪くないので、行ってしまいましょう。高原だけ2にできたね。んでもって、阿部比は意外とでかくて、移動しましょう。さあ、次に見えてるのがどこかと言いますと、回復イベントがね、ちょっと出航前に来るのは、いやらしいんですけども、オールツが見えてるんで、これはもうオールツでいいかなっていう感じですね。他がちょっと渋すぎる。オールツ回りましょう。ね、4番丸もらいまして、
ここで一気に彼女評価とチーム評価が上がります、うん、これがあるからやっぱ彼女入りに結局私は落ち着きましたね。はい、まあ選手6でも全然いいんですけど、やっぱ序盤の評価上げのきつさがどうしても出てきちゃうんで、やっぱ彼女入りの方がいいかなと思いました。うん、友情特殊力ダリアとかのがマジでゴレ取れなくなるんで、やっぱ彼女っすね結局。うん、まあだから藤崎しおりはね本当に今人権になってるかな。うん、赤でね彼女で、まあねあのコラボの時散々引けって言っておいたんで、あの頃パワープルやってた方はね、まあ間違いなく引いてるとは思うんですけども、うん、あれ以降に始めた方はちょっときついなっていう感じはしますよね。まあそういった方はもう選手6でやっていくのがいいんじゃないかなとは思ってますけども。さあ緑で大型を積んでいく感じになっている。ちょっと赤か青入れたいところですね。もう数字が揃ってればいいので赤か青来てくださいとお祈りタイムでございます。あ、青が来ましたね。これは入れていきましょう。ヤールゼンが2になりました。佐伯が入れられてないかな、うん、なんでボーナスが発生してない感じですね。うん、前目も順調に来ております、うん、意外とオートデート以外はしっかり走ってくれるんで、うん、まあ大丈夫かなって感じですね。うん、最近はちょっと、次に持ち越します。うん、でコツ潰しもしっかりしていきましょう。特にまあもう3でもらったのも絶対マストで、1でもまあ基本的に取って OK ですね。でホーム突入とかホーム死守とかヘッスラとか、プレッシャーランとかも余裕があれば潰しちゃっていいかなと思っております。この合同練習ボーナスでちょっとでもいいコツをね引くためにもコツ潰しは大事ですね。さあ筋力練習も上がっていく。でダリアの金徳はマジで成功しない。うん、パワー依存っぽいっすよね。なんでもう、まあ、昔はねもうパワー上限とか突破した状態で金徳イベントを迎えること多かったですけども、オリジン環境でマジでそれが厳しくなったんで、まあ依存系の成功失敗はもう失敗に偏ってしまうことが、うん、非常に多いですね。はい、ここ通せるかでマジで経験点で言ったらどんくらいだろう、3000点くらい浮くんじゃないかなって思います。あ、それは言い過ぎか。成功で金徳2個もらえるやつとかは3000点浮きますね。1個だったらまあ1500点くらいかな。はい、なので全然違うんですよ。でここ今回の見せ場でございます。うん、ちょっと色のね偏りがあって、あ、ちょっと渋いなって感じではあるんですけども、こっからうまく立て直す様を、解くとご覧あれ。はい、ここね紫8来てるんですけど、これ入れちゃうともう今後詰めなくなります。特に赤がで、これによって海賊船の撃退が不可能になっちゃうんで、うん、まあここはもう天命に絶対行きたいんですよ。なんでこのタックをスルーしてまさかの走塁の赤に行きます。はい、6なんですけど、まあ、ベルもないし、まあ、その場しのぎになるだろうなというところで踏みつつ、この次ですね。この次にまさかの、ここはプルヒゴをもらって、はい、アーサーが奇跡を起こすと。はい、これでなんと、緑が今16かな。で、赤が14になっております。で、あとは、豊富にある紫を入れていきたいという感じ。はい、OK ですね。紫8。で、さらにびっくりしてるんで、このランスロットのびっくりじゃないや。家事弟のびっくり生かして必死に運び込むことによって紫赤で14揃え。はい、これはねマジでうまくいきましたね。これ奇跡のムーブが発動しました。はい、まあ、これも強いんですけど、さすがに天命いきたいんで天命いきます。これうまくいきすぎでしょ。14で揃えるっていうのはなかなかできないんでね、これは気持ちよかったですね。赤6のあの判断がまあ、こうそうしたという感じでございます。うん。まあ、本当に、
ね、アーサーが、もう総理練習いないんで、アーサーが光ってくれないと、ほぼ無理だった、超薄いところを通したっていう感じですね。うん。なんでやっぱね、高校の、まあ合同練習キャラに赤持ってるキャラいると、まあ、赤の船積みは安定しますし、うん、まあそういった高校は、まあ優先していくと安心できるかなとは思っております。うん。まあ、今後の新キャラ候補としては、まあ、走塁と守備のところかなに赤キャラ欲しいですよね。って思ってたら、今日、あれだよ。なんだっけ、清江ルモだっけ。ちゃんが打撃だったんで、なんかそう考えるとなんか、あんまし引きたくないなって思っちゃいますよね。うん。なんで打撃にしたんだろう。ダリアという絶対的な枠があるのにと思ってしまってますが、天命に帰ってきたんでガンガンタックを起こしていきましょう。天命も走塁でタックを起こすのはだいぶ厳しいので、うん、まあ守備の茅野プラス藤崎処理がいる赤とかいう偶然が起きないとちょっときついですね。はい、進行の経験点ようやく1回目、この精神3000点もらってってどうですか。あー、赤来てるけど、オーバーなのこれ苦しいね。なんでオーバーなのという、あ、ただ赤一致がしなかったね。船積みではありませんでした。で、これよくよく見ると、バンプしか海賊船ついてないんですよね。で、バンプってクソ弱いんで、あ、もうじゃあ赤いらねえやというところで、今回海賊船を捨てるタクっていうのも結構してます。うん。弱い高校の海賊船、まあ、特に数字が揃えられなかった時とかに行くくらいだったら、はい、もうこれ緑8でタック来てるんでね、うん。一回行った高校、今回で言うと、あ、まだいないか。アンドロメダかアスレテス行った方が、まあ、今後安定するんじゃないかなという感じですね。うん。まあ、今回目星をつけたのはアンドロメダかな。はい。弱い海賊船しかないってなったら、こういうタクもありかな。で、基礎値は基本的には、オールEまでに上げて、そっから10刻みで上げれるんだったら上げていく。上げれないんだったら、もうコツですね。特にコツレベルもらってるやつは、もう全部そこ取って、で、まあ、最終調整していくっていう感じですね。うん。なんでね、まあ、サポートは、まあ、ミーとかパワー上限をたくさん詰めると、まあ、査定自体は伸びやすいかな。うん。やっぱ必要経験点重たいし、ミートパワーは査定が他のより高いですからね。さあ、ちょっと微妙だな。連発とかは、あんま嬉しくないですね。ここはラッキーボーイをしっかりもらっていくと思ったら、間違えて潰しちゃったんで、カット落ちに変更ですね。さあ、緑8、相型だとありがたい。うん、先に相型積んどいて、S とか T が来ても大丈夫なようにしておくのが理想的ですね。で、ここは、まあ、しっかり回復と。タックなしの時は、ここも紫8で、進行度経験点をリーチかけていくと。で、赤引けたら嬉しいですね。まあ、コリスが一応いるんで、確率的には引きやすいですよ。あー、引けてるけど、この緑のタックにはさすがに行きたい。さすがにこっちだね。うん。3500点練習は逃せない。で、この次、赤8とか詰めたら最高。最高のゲームになるが、なりました。やっぱコリスが強い。これで紫赤を8で揃えつついけますね。うん。バンドロメダは結構強いなとは個人的に思ってますけども、ジャベリンが入れられなかったね。ちょっと進行の経験点が遅れてる。で、天命が見えてるんでエジプトかな。うん、まあ、天命に海賊船ついてくれたらいいですけどもね。うん。で、ちょっと終始技術ポイントが足りない感じになっております。うん。
まあ、技術はねやっぱどうしても今回青キャラゼロなんで、まあ、不足しちゃうのはしょうがないかなと思っております。さあエジプト行きまして、まあまあなボーナス 1.5 と2倍でチャンスボールはちょっといまいちじゃないかな。はい、結構取れましたね。1万3000点くらい、4000点くらい。さあボリグセになっちゃう。ただご安心ください、万能パワードリンクがあります。体力マックスで万能使いたくないんだけどもね、まあこれしょうがないっすね。サボリグセ廃止されないかな、マジで。これサボリグセ廃止するだけでだいぶユーザー戻ってくると思うけどね。これで、これのストレスがマジでやばいからね、本当に。いらないもん、そんなさ、ユーザーを不快にさせる仕様いります、わざわざ。まあ、それがパワープロの醍醐味と言ったらそれまでなんですけど、でもまあ、ソシャゲですからね、それくらいは許してよって感じですね。さあ、緑になってしまってますけども、ここで青入るが、体力きついね。赤7をうまく入れれるかがちょっと鍵になってきてる。万能使っちゃったからね。オートデート入ってどうですか。あー赤入れられない。これもちょっと海賊船、そうですね、天命についてないということで、まあ、これも海賊船で天命に行こうかなと。天命これ3周目かな。同じ高校を3回行けると、まあ、だいぶなんていうんですか、点数は出しやすいかなと思います。もう合同練習キャラオール2くらいになってると思いますので、完走してると思いますので、その出航した際の経験点もたくさんもらえますし、コツも潤いますので、まあ数字が揃えられなかった時とか、赤が弱い練習しか来なかった時はもう海賊戦捨てもいいかなって感じですね。さあで、天命いきます。カヤノだけ1でしたね。あと、進行度経験点を全部取り切れるかどうか。天命でまあ1個埋められるんで、あと2個かなと。全然余ってますね。やばいね。さあ、頑張れ、天命。光ってないが、一応、カヤノを2にできますね。これで一応、海賊船対策も。できました。これさ、昔っていうか1個前のフリート強化って海賊船9とかたまに出てたんですよ、クソ意地悪なそれでいけない頃とか、いけない高校とかありましたからね。それ今思うと鬼畜だったなと改めて感じますね。であとは紫か青の8入れることができるか、それが入れられれば最悪タックじゃなくてもいいですよ。おお、紫7。これで追加でいいんじゃないかな。あ、ただこの練習が強すぎる。この練習が強すぎるけど、このセクさんの残り一旦で出航しないと、あと2つ回れないんですよ。で、今、進行の経験点が2個余ってるんで、さすがに回りたいなということで、これは紫いくんじゃないかな。まあ、天命に長く居座って、船積みで経験点取っていくっていうのも、全然ありなんですけども、今回は、進行度経験点の都合上、紫踏んで、ですね。これちょっと悔しかったなぁ。あ、てか、そっか、びっくりもなかったんだ。びっくりあったら8で揃えられたんですけどね。ちょっとこれは無念。2箇所入れられなかったけど、まあ、しょうがない。これちょっとロスポイントですね。今までちゃんと進行の経験点を入れることができてたら、こんなことにはならなかったと。27オールだからね。1万いくつ ?800 点。なんで、これは逃しちゃいけないということでね。はい。一応セクさんで24万点出てますね。ペース的にはいい感じ。はい。強いね。青8。ちょっと S 字嫌だけどね。S 字が嫌だ。で、円卓には行きたいね。
これ緑で保険取るのも全然ありなんですよね。難しいところ。ただジャベリンを埋めたいという思いもあるので、ここは進行の経験点のことも考えて、これ踏んでいい感じに赤踏めるかどうか攻略の鍵になってきます。で野球神の守りのおかげで、4月4週の試合まではもう勝手にやってくれます。はい、これは最高ですね。で、ここは難しいとこですね。色合わせ狙うんだったら筋力の練習行って追加して赤8を狙うって感じなんですけど、まあ形重視でいきましたね。で結果赤8が引けるということで、まあこれだったら筋力攻めてもよかったなとは思いますね。ちょっとひよったな、ここ数字合わせできたところちょっともったいないことしてしまいましたね。でここは詰め込んで、しっかりと円卓がね青2倍だったんで青にボーナスがかかるようにしましたね。はい、技術ちょっと不足してたんで、これで、円卓で進行の経験点取れれば全部取り切ることができます。なんで今回学んだのはやっぱ進行の経験点は後手後手にしない方がいいですね。取れる時に取っておいた方が終盤立ち回りに左右されることがなくなるかなと思いました。まあ今回は海賊船も2回行けてないのかな。でただ同じ高校に結構行けてますので、そこで点数が稼げてるっていう感じですね。ラインドライバーマジ大外れ、アーチ取ってるからね。さあデートが、やっぱ前4だとデートはきついっすね。全然来てくれない。ただオートデートはイベント圧迫するわけじゃないんですよ。イベントが発生しなかったターンにランダムで発生しますので、そこの点は心配しなくて OK です。なんでまあ実質前さんのちょいイベントが重いみたいな認識ですね。はい、でまあここはもう点数重視でいいでしょう。緑追加で、ワンチャン赤8狙うって感じかな。スカウトもいますからね。で、甘露寺さんのコツも強いということで、ダノビは取ったのかな。取っちゃっていいんじゃないかな。取ってなかったら、あ、これ取りますね。で、まあ、ちょうどいい感じになります。スカウト上げ、スカウトね、2回かな。踏まないとドライチ厳しいんでね。これも地味にでかい。さあ赤8来てくれという感じですが、アーサーが仕事するか。あーさすがにしないか。まあこれはもう火力でいいでしょう。これで火事のびっくりも美味しいね。火事びっくりで経験点確定。なんでまあちょっと一触損失しちゃったけど、まあ悪くはない。スカウトもいるという中でね。詰め込む必要もないですね。ないですけど、まあ、どうせ出航なんで、入れといて。OK です。まあ、筋力偏ってますけど、トンボがあるので、心配ございません。金徳の骸骨をね、出航した時、もらえると美味しいんですけど、円卓もオール2にできました。筋力だけはちょっと寂しいが、お怪我とかはいいですね。まあそこそこでしょう。さああとはタックを起こしていくだけで、ここでね私はプレミと言いますか、ちょっと練習重視しちゃったんですよね。まだオートデートが3回残ってるんですけど、これね、エピローグのこととか考えたら、ウィザキ処理って5に、5回デートしないと、筋骨最後ね、エースキラーと、なんだっけ、もう一つ、祝福か、3でくれないんですよね。なんで、これね、タックが来てないターンとか、
まあ、これはもうタック来てるんで、ちょっと正直、まあ、コツ、あ、これ強いね。これ、カジノ経験点考えたら、まあ、強いなということで、言ってしまったんですけど、うん。ここ、あ、まあ、タック来てんのか。で、難しいっすね。エピローグのこと考えたら、その、筋骨3分と、あと、デート5回行ってないと、精神ポイントしかくれないんですよ。ただ5回行ってると、筋力、技術、敏捷、精神全部くれるんですよね。しかも2倍の経験点で。ってこと考えたら、ここを練習より、デート行ってた方が良かったかもしんないですね。うん。ちょっとね、そこが反省点。今回の。うん。で、友情を取るために、1回踏まなきゃいけないんだね。いや、これ、これメンタルいくらいやったら全然、デートでよかったな。ミスったね、これ。普通にミスったね。で、今デート来たんで、これで5回目のデートにしてきたんですよね。いや、もったいね。もったいなすぎ。ここはデート行きますね。まあ、このメンタルの、いやー、これもったいねえな、なんか今思うと。普通にミスだわ。ここでデートで、これ何点もらえんの？あ、37。いやー、だったら、そこはメンタルでよかったね。どうせ間に合わないんだから。プレミしてんな、マジで。これ強いね。結局、伊崎詩織も踏めて。だから経験点にいたらどれか2000点くらいロスったん、どうなんだろう。最後のエピローグの経験点がどれくらいか分かんないですけど、ちょっとミスってるなぁ。自力でデート進行させるべきでしたね。まあ基本的にコツもらったお得は全部取ります。うん、これはもうコツが、コツいらないよという練習ですね。まあ、ただ、カジオ弟は結構コツくれるんだよな。ロボヒならまあいいでしょう。ロボヒは強いね。マジで甲子園打つの大変なんで、プルヒも取っていいね。降格ゼロなんで。もうこれで、もう野球心の力で頑張るしかないです。技術が足りるかどうか。ただこの経験点がマジで美味しい。最後、肩タックで終わりですね。まあ、どうせ、トンボ使うんで、点数入れば OK。ということで、まあ、ちょっと最後ね、デート、まあ、行く行かないかで、ちょっと、あやふやな感じで、中途半端な感じにしてしまったのが、もったいなかったですけども、まあ一色、あ、てか二色しかね、積めなかったターンとか、海賊船2回行けなかったことを考えると、もう全然このサクセス、40万点いっててもおかしくなかったんじゃないかなとか、正直思ってます。もうちょっと展開がハマってたら、全然ありましたね。なんで、まあ立ち回り自体は、これで間違ってないんじゃないかなと思いました。はい。なので、まあ引き続き40万点出せるように頑張っていきたいと思います。守備職取って、トンボかな。で、あとは、任せましょう。ミニと曲げられてないのか。ちょっとあれだね。ミニと今回 F で終わるかもな、ワンちゃん。さあ、2331オール、でかすぎる。試合経験点だけで、1万点近く。23×4 なので、9293くらいか。強すぎるね。エピローグダースで1万点いってますね、これ。はい、ということで、今回、なんか展開に恵まれなかったのを見ても、37万6千点。全然、これで376なら、40万の壁は、超えられる自信ありますね。しかも今回甘露寺さん使ってるからね。はい。なんで、まあ、ちょっと最適なデッキでもう一回40万点目指していけたらいいかなと思っております。プレミもあったしね。まあ、プレミ除いたら38万ちょうどくらいか。はい。という感じになりました。はい。まあ、
遊撃飼育生だったら甘露寺さんも全然使えますよというところで、まあ、ちょっとでも参考にしていただけたら幸いでございます。査定的には JAO2 の2かな。はい、まあ、もう2メモリくらい漏れたかなというちょっと悔いはありますけども、まあ今後どんどんインフレしていくと思いますんで、まあとりあえずね、うん、これでスタメン J 染めもできたんでいいかなと思っております。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録したい方はぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。 See you。